皆さん、こんにちは。歌舞伎役者の坂東玉三郎さんは、歌舞伎の女方という枠を超え、世界的なアーティストとして確固たる地位を築いています。近年では、歌舞伎出演だけではなく、舞台の演出やプロデューサー的な立ち位置から芸術に関わることが多くなっています。今回は、活躍の幅を広げ続ける坂東玉三郎さんにまつわる話題のあれこれを見ていきたいと思います。坂東玉三郎さんは結婚しているのでしょうか。坂東玉三郎さんの結婚についてはよく取り上げられ話題になりますが、現在に至るまで結婚はされていないようです。というわけで妻も子供もいませんというのが結論なのですが、坂東玉三郎さんのような芸術家は結婚とか子供がとかいう価値観で判断するのはあまり意味がないかもしれません。そういったものを超越した存在であるように思います。素晴らしい作品群が後世に残されていくわけなので、外野が自分の価値観で判断しようとするのは無粋の極みと言えます。しかし坂東玉三郎さんには結婚を約束した人がいたと言います。その方はあの波野栗子さんと言います。くしくも亡くなられた18代目中村勘三郎さんのお姉さんです。どこまでお互いが本気だったかはわからないのですが、10年ほど前に60歳を過ぎてもお互い一人だったら結婚しましょうと約束したそうなのです。ただし波野栗子さんのお手伝いさんのまーちゃん付きでという条件付きだったそうです。この話が実現したら大きな話題となったことでしょう。でもこれから実現する可能性もなきにしもあらずといったところでしょうか。さて坂東玉三郎さんはお姉なのかということがよく言われます。フジテレビのザ・ドキュメントという番組で若手歌舞伎俳優が出演する新春浅草歌舞伎に密着した回を思い出します。新春浅草歌舞伎に向け女方として稽古を積む中村小太郎さんに坂東玉三郎さんがアドバイスをしていたのですが、そのお姿や身のこなし口調はまさにお姉を感じさせるものでした。もうしっかりおやんなさいよのような口調でした。しかしそれだけでお姉と断定していいものではないでしょう。またお姉なら女性との結婚願望はないのが普通だと思うのですが、先ほども触れた通り結婚の約束をしたこともあります。旗からそして画面を通じてみるとお姉のような感じを受ける要素は結構あるものの、断定はできないと思われます。芸術家としては男性性女性性どちらも持ち合わせていないといけないような気がします。そういう意味では本当にすごいバランスで男性性と女性性を持ち合わせた方なのだと思います。一つ残念だと思うのは坂東玉三郎さんの直系 DNA を受け継いだお子さんが見られないことです。ただ芸の上でなら DNA を受け継いでいく若いスターがたくさんいらっしゃることでしょう。さて坂東玉三郎さんの病気が話題になるとき、小さい頃かかった小児麻痺と歌舞伎の女方として人気が出ていた24歳でかかった心身症の2つの話題が出てきます。小児麻痺についてはその影響で足を悪くしリハビリのために舞踊を始め、それが歌舞伎界に入るきっかけとなった点で坂東玉三郎さんにとって運命的な起点となる病気でした。ちなみに小児麻痺とは次のような病気です。小児麻痺はポリオウイルスに感染したことで脊髄の運動神経が破壊され手足が麻痺する疾患です。ポリオウイルスは感染しても 90% は症状が現れず、約 0.1、0.2% に小児麻痺が現れると言われていますが、ほとんどが後遺症を残さず完治するとされています。しかし発症から1年以上も麻痺や筋力低下が見られる場合は筋肉が硬くなり動かせなくなったり歩けなくなったりする場合があります。こうなると完治は困難で長期にわたりリハビリを続ける必要があります。当時はもちろん辛かったと思うのですが、小児麻痺がなかったら今の坂東玉三郎さんはいないかもしれません。違った形で坂東玉三郎さんに出会っていたかもしれません。一方心身症のことはあまり詳しく語られていないようです。この心身症を患って坂東玉三郎さんは話すことができなくなり、舞台が終わったら寝ていることしかできなかったそうです。そうなるまでには30ヶ月休みなしという売れっ子につきものの負の連鎖があり、
自分のキャパシティを完全に超えてしまうという前提がありました。それでも舞台に欠かさず出続け、巡業に出ている間に心身症を克服してしまったのです。巡業で場所と気分が変わったことが好影響だったのでしょう。しかし舞台が終わったら喋ることもできず寝るだけしかないという状態で旅に出て、舞台を務めながら心身症を治すというのは普通ではできない芸当です。坂東玉三郎さんの若い頃は片岡孝雄さんと美形二人の高玉コンビとして大人気を博しました。そして坂東玉三郎さんが若い頃に注目され始めたきっかけには二人の人物が関わっています。一人目は作家の三島由紀夫さん、二人目はカメラマンの篠山紀信さんの二人です。作家、文化人として大きな影響力を持っていた三島由紀夫さんが見出されたことで注目度が上がりました。そして篠山紀信さんにより取り上げられたことで女性を中心に人気がさらに上昇したのです。若い頃の坂東玉三郎さんはゾクッとするような凄まじい色気というか陽気まで漂うかのようなオーラがありました。世界にも名前が売れるのも納得できます。そこに舞踊の技芸や歌舞伎の表現力が加わったから、外国人でも坂東玉三郎さんの魅力や凄さがこれでもかこれでもかと伝わったのでしょう。一般家庭に生まれながら数々の苦難を乗り越えて当代一の女形となった坂東玉三郎さん、歌舞伎の枠を超えて世界の芸術家たちとも多彩なコラボレーションを展開しています。わずか1歳の時に小児麻痺を発症した坂東玉三郎さん、その後遺症のリハビリとして舞踊を習い始めました。やがて舞踊の魅力に取りつかれ、3歳か4歳の頃には本格的に稽古に励むようになりました。縁あって6歳で名優14代目森高寛也さんに弟子入りした後、1957年7歳の時に菅原伝授手習い鏡寺子屋で坂東喜の字を名乗り初舞台を踏みます。1964年に森高寛也さんの芸養子に迎えられ、5代目坂東玉三郎を襲名しました。成果が料亭だったこともあり、幼い頃から舞踊や三味線の音色には慣れ親しんでいたのかもしれません。三島由紀夫さんが19歳の坂東玉三郎さんを抜擢した新設弓張月は三島由紀夫さんにとって最後の歌舞伎作品となりました。知らぬい姫を演じた坂東玉三郎さんは絶賛され出世作となります。三島由紀夫さんは坂東玉三郎さんの出現を奇跡と称していたそうです。坂東玉三郎さんは生前の三島由紀夫さんから君がやるべき作品として戯曲佐渡公爵夫人への出演を打診され、完成したばかりの本を送られていたそうです。その舞台が実現したのは1983年のことでした。2020年に13代目市川團十郎白猿を襲名する予定でしたが、コロナの緊急事態宣言のため延期を発表した市川海老蔵さん。市川海老蔵さんを幼少時から知る坂東玉三郎さんとしてはまだ子供のイメージが拭えないのだと言います。あちらは敬語を使いますけど、私は江戸弁で対応しております。おいみたいに彼には直言がいいんです。配慮していると真意が伝わらないからと親子にも似た関係性を述べています。歌舞伎の本家市川宗家の海老蔵さんに遠慮なく苦言を呈することができる数少ない大先輩なのでしょう。女形とは歌舞伎で女性の役を演じる男性の役者を言います。女形とも書きます。よく男性が演じる女性役が本物の女性より色っぽく見えたり美しく見えたりすることがあります。歌舞伎ではありませんが、下町の玉三郎こと梅沢富美男さんもその一人です。女より女らしいという錯覚を生ませることについて坂東玉三郎さんはこう分析しています。それは良い意味での妄想だと思います。それはきっと女形が作品だからこそよく見えるのでしょう。女形が女よりも女らしいということはありえないことです。実際は女よりも男に近いわけですから。しかし作品としてそういうことが言えることもあるとすれば、それは作品に対する女形の思いがそう見せるということではないでしょうかと述べています。女形が単なる女装ではなく女性のニュアンスを醸すためには
モノマネではなく心の目で見て感じた結果を表現することが大切なのだそうです。ところで昭和の一時代を築いた作家たちもその美しさを認めた坂東玉三郎さん、引退をほのめかす発言は衝撃的でしたが、自らの引き際を考えているのは当然のことでもあります。2019年7月25日、都内で熊本山鹿市の八千代座公園、坂東玉三郎映像舞踊公演の発表会見に出席しました。来年初夏の公演で、1990年から出演し続けている同所での公演を最後にするとともに、地方での短期間の公演を行わないと発表しました。坂東玉三郎さんはその理由を、体力的な問題、同じところに長く滞在していると体調を整えられるが、単発の舞踊は体調管理が難しい、お客様に十分なものをお届けできない、地方での単発の公演はほとんど不可能な状態になったということをお伝えしないといけないと説明しました。5年ほど前から考え始め、来年で八千代座での公演が30周年となるのを機に決断したといいます。歌舞伎座など長期にわたる公演には今後も出演するとのことです。いかがだったでしょうか。その活躍から2012年には人間国宝にまで上り詰めた坂東玉三郎さんですが、芸に邁進すること、芸を後進に伝えることについては少しも変化がないようです。坂東玉三郎さんのこんな言葉を紹介して締めくくりたいと思います。努力することについて語った下りです。努力することの大切さの意味は話せません。努力するしかないんですね。努力をしなければ絶対に成功はしません。たまたま一回ヒットすることはあっても続きません。それも努力って、並大抵の努力ではダメなんです。その時一番考えなくてはいけないのは、命と健康に引き換えになることだけは自分の体と話し合ってください。命を落とさない、病気にならないところまでは努力しなければいけないんです。それ以外のところは最大限にしなければ絶対に成功しないし続きません。で、その努力の方法は教えることはできないけれど、例えばくだらない努力かもしれないけれど、やっていく、バラバラで方向性がなく、それを散々やった挙句に効率の良いことと悪いことの区別ができていて、努力の方向が決まっていくと効率が良くなっていく、でも早くはなりません。この頑竹のある言葉を胸に刻んで生活していきたいものです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。